つけてよ。おまたすか。これはね、体に悪い。お湯これで持ってこないから。いやでしょうね、わかんないです。家庭のあれがあるからわかんない。はい、ということで流行ってるみたいなんでね、ケップニーテンニーテン、このね、カップヌードルのカレー味に雪見大福を乗せてみましょう。 GO! おはい、入りました。お湯を注いで3分待ちたいと思います。3分あればね、歌が歌えるということですよ。神と人間のハーフ、その名も釈迦です。神と人間誰ですか。さあオープンザウィンドウ、はい、混ぜていきたいと思います。はい、わーわーわー、溶けてきた。わドロドロしてきた。いきます。うん、甘くて美味しいですね。クリーミー、滑らかな牛乳入れた感じ。他のね、YouTuber がね、これ食べたりとかしてて、いや、美味しい美味しいなんて言ってたんでね、そんなはずないでしょうと、もう日清の回し物かなと思ってたんですけどもね、実際食べてみたらね、美味しいんですよ。雪見大福はね、何にでも合うと思います。何にでも合うと思います。カレーヌードルが美味しかったんで、次は本当のカレーを持ってきました。まあ、ご飯に見立てて雪見大福を置いていきたいと思います。ここにカレーをかけていきたいと思います。合わないはずがないですからね。ほい、どうでしょうか。美味しそうですよ。美味しそう。うわー、いい匂いする。それでは食べてみます。楽しみ。さあ食べていきましょう。あーもう溶けた。あーいい感じ。人参とかと一緒に食べていきます。はい、これですね、いただきます。うん、あのね、すいません、初めから分かってたことなんですよ。合う、重くないから、やっぱフランクに食べれる感じがあります。はい、完食していきたいと思います。お母さん、おかわり。完食しました。はい、そして次はですよ、イクラです。ドーン。雪見大福をご飯に見立てて、雪見いくら丼を作っていきたいなと僕は思っております。絶対美味しい。ご飯に見立てます。はい、よいしょ。はい、そしてイクラですね。おお、大量に入れちゃうぞ。プル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 。はい、ということで、こんな感じになりました。はい、もうイクラ丼ですね。美味しそう。じゃあ早速いただきます。はい、イクラあるまま食べちゃいます。うんうん、美味しいですね。何でも合う。いくらのね、プチプチ感と、うん、甘さがね、後から来て、なかなか斬新な味かなと。うん、うまい。美味しいですね。完食しました。雪見大福は何にでも合う。はい、ということで次なんですけどもね、こちら見えますでしょうか。ドン、ナトン、バーッとかけて、ナチュー雪見大福にしたいかなと思っております。入りました。次、納豆を作っていきたいと思います。いい感じになってきた。ポリ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 っと、よいしょ。いやもうね、混ぜた感触なんですけども、外が餅でね、包まれてるんで相性が合うの。ほら、混ざり終わりました。ほら、卵を乗せていきたいと思います。卵もね、何にでも合いますからね。はい、コンコンとね、開けていくわけですけど、もう納豆ご飯にしか見えないです。食べていきますか。さあ、こちらを食べていこうと思います。はい、いただきます。いただきます。さあ、食べていきます。よし。うん、うん。やっぱりね、邪魔しないですね。雪見大福っていうのは残すのあかんということですからね。完食していきたいと思います。どんどん食べていきましょう。完食しました。ごちそうさまです。何でも合う。はい、ということでいかがだったでしょうかということですけどもね、雪見大福をね、カレーヌードルに入れてみるとかね、もうね、実際やってみてね、美味しかったので、やっぱいろんな方法を僕はね、挑戦しましたということですけども、
まあ、やっぱり無敵です。ロッテのひんやりもちもち雪見大福は無敵、何にでも合う。ロッテ雪見大福の皆様、本当にありがとうございました。よかったと思いましたら高評価、チャンネル登録、そしてね Twitter、インスタ、TikTok もやってるんでね、ぜひこう情報が届くようにしてもらってね、最高のパフォーマンスをしますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら大福です。